えー、以前90過ぎの祖母のことを聞いたもんです。祖母がひろきさんを知ったのでどこが好きなのか尋ねたら奥様が素敵きで歌も出してるドラマが出てると言っていました。えー、最初のさ、でもあるけどドラマは出てないから誰と間違えてるのか深掘りしていたら、えー、なんとディーン・藤岡さんと間違えていました。今までディーン・藤岡さんに出ると言われたことありますか <laughs> ありません。自男に言われればいいって気がします。いやー、言われたことないんですけどその90過ぎのおばあさんがまずディーン・藤岡さんを知ってるのもすごいしディーン藤岡さんの奥さんも知ってるのもすごいですよ。だって僕知らないもん。ディーン藤岡さんの奥さんが誰か。